不思議なことですけど、全部書き終わった後に、違うな、最後の1話を書くときだ。ラストの話を書く前に、本当にその舞台になった遊郭の、今は料亭になってますけど、そこに取材に行ったんですね。そしたら、その蝶の道行きというタイトルで、その蝶のツアーというか、蝶の人生一生みたいなタイトルで、もちろんモチーフとしても蝶が出てくるんですけど、その時そのレストランから すごくそのよく整備された日本庭園を見ていて、本当に黄色と黒の2匹の蝶が私の目の前に飛んできたんですよ。それはすごくミラクルみたいな一瞬でしたね。音楽結構好きですね。そんなに詳しくないんですけど、その時にグッときた音楽を聴いてやることはあります。ストーリーを作る時には、あんまりこう声とか言葉の情報が入ると邪魔になるので、クラシックとかそのエレクトロニカとか声が入ってない音楽を聴いて、でもう書く段階になると頭使わなくてとにかく手を動かすから、歌が入ってる曲をヘッドホンで聴いて絶叫しながら書いたりしてます。現代は少し盗作した愛が多いですね。モラルがなかったり、多分その現代は満たされて、物質的にも満たされているし、病気で死ぬことも少ないし、その純愛みたいなことがやっぱり少なくなってきて、この相手がいるのにこっちにも興味があるとか。だけどその当時はみんなの寿命がとても短かった。40歳ぐらいで亡くなっていたから、その純粋な愛のエピソードがとても多い。それが例えばその遊郭であっても、貧乏だからその遊郭に売られたり、そこで働くしかなかったりするようなことがあっても、当時の人たちは結構その純粋な愛というものを貫いた人たちもいた。だから今の時代の愛にうんざりしている人がいたらちょっと読んでみてもらえたら面白いかも。